パさん、はい、不動産投資は9割の人が儲からないというふうに耳にしたんですが、本当なんですか？これは本当です。なんでそんな儲からないんですか？これね、9割の人が儲からないは、いや確かに本当なんだよ。で、なんで儲からないんですかっていうと、不動産投資イコール儲からないじゃなくて、9割の人がおすすめできないような不動産投資やってるから儲からないっていうね、この話をちょっと説明した方がいいかなっていう感じですかね。なんで、そもそもこういうところを抑えないと不動産投資で結果出ませんよっていう話をちょっと今日はさせてもらおうかなと思うんで、ちょっと話をねしていきたいと思ってます。で、そもそもなんで9割の不動産投資やった人が儲かんないかっていうと、すごいシンプルに、投資なんで高く買わされちゃうとうまくいかないと。株とか何でもそうですよね。高く買って下がっちゃったら損するとかと同じで、不動産投資もね、とにかく高く買っちゃうと後で苦しくなると、こういう注意点があると。で、じゃあ不動産業者さんからしたらどうかって言ったら、当然高く売りたいと。当たり前だよね。仲介手数料 3% もらうのも、高く売れば売るほどこの 3% がでかくなると。で、売り主の業者さんも高く売れば売るほど利ざやがでかいから、当然不動産業者さんはビジネス的には高く売りたいよっていう気持ちがあって、これはしゃあないよね、ビジネスとしては。で、大家さんはじゃあ逆にどうしなきゃいけないかっていうと、不動産投資家は安く買わなきゃいけないわけね。もちろんこれ利回りが高くなるように、買った値段よりも高く売れるように安く買いたいっていうのが当たり前なんで、ここがもう当然相反するよね。高く売りたい業者さんと安く買いたい投資家さんが当然その相入れないっていうのはあって、でこの落としどころをどうつけるかっていうところなんだけども、業者さんはあんまり不都合なことは話さないようにして、買う側の投資家はあんまり不勉強なまま大家になる憧れのもと、あまり細かく調べずに業者さんの提案をそのまんま鵜呑みにして買うみたいな。で、こういう流れが来ると、さっきの9割の方になっちゃうんですよね。大体うまくいきません。あんまり儲かりませんどころか、下手すると赤字ですみたいなね。こういうケースも本当に多いんじゃないかなと思ってます。つまりどうしたらいいか、どうしたら儲かる大家さんになれるかって言ったら、結局業者さんが提案してくれる物件がそもそも本当に買うべきなのか、収益が出るのか、自分の資産を増やしてくれるのかっていうのが、見極められる力をつけなきゃいけないっていうね。すごく当たり前なんだけど、結局これです。いつもこの LINE からご相談いただいた時にお伝えしていくのって、自分なりの物件選定条件っていうんだけど、選定って選ぶね、物件選定条件、これを決めましょうという話をね、いつもお伝えしたりお教えしてます。で、この物件選定条件さえちゃんと決まっていれば、業者さんが提案してくれたその物件が自分の物件選定条件に合致してるかどうかっていうのが見極められるから、イエスかノーかが判断できるんだよね。で、これ、いや、自分の選定条件に合致してないんでごめんなさいってね、これ断れる人がこれ1割。ね、1割の人はこうやって自分で物件を判断してから決断してると。で、これが不動産投資みたいな大きな買い物なのにもかかわらず、やらない人がめちゃくちゃ多いということなんですよね。で、これをちゃんと勉強してやってくれる人が成功するよって話です。じゃあ、物件選定条件って何なんですかという話をもう一度詳しく説明していきたいなと思うんですけども、これ例え話でいつもするのが、結婚相手の話、結婚するパートナーはどうなのっていうんで、これちょっと源さんに聞いてみた方がいいかなと思うんだけど、はい、既婚者だけどね源さん既婚者だけど、結婚相手に何を求めますか？条件。そうですね、喧嘩した時に実家に帰らない人ですね経験ありそうだね、なんかね絶対それはね、向こうの親とは関係性も悪くなる、もう何もいいことないです。タッグ組まれちゃうからね、親子で2人で解決しようという、そういうね、向き合いがない人はもう、それはもうこれはすごい重要だよね。今のが例えば、不動産で言ったら駅と法10分超えたら選ばないとかね、それと一緒で、喧嘩した時に実家に帰るパートナーは選ばないみたいなのが例えばあるとか、あとなんだろうね、料理ができるできないとか、仕事したいしたくない、専業主婦になりたい、共働き OK とかね、いろんな条件がねあるのかなと、ベタなところで言うとその辺だと思うんですけど、そんな風に不動産投資やる上でも、自分のその結婚相手を選ぶ時の条件と同じように物件を選定する条件を決めておくと、もっと細かく言えば、ちょっと譲れるところと譲れないところっていうのもあるんですよね。この条件はまあ多少妥協できるけれど、ここだけは絶対抑えなきゃいけない、この利回りは、この立地は、この間取りはみたいなことは絶対譲れませんみたいな、こういうのがあると思うんですよ。でそれをね、自分でちゃんと、ある程度勉強して物件選定条件をフィックスさせておくってことね。これが皆さんの中にあるかどうか、これが1割と9割の差を明確に分けているかなというふうに思うんで、物件選定条件なしにとにかく業者さんの提案してもらったものをねそのまま買っちゃうっていうのが失敗する人のパターンかなというふうに思いますという感じですね。そして、ね、物件にじゃあ当てはめてどういう物件選定条件があるかっていうんで、まあ、種類というかね項目はある程度もう決まってくるんですよ。じゃあどんな物件選定条件があるかっていうと、例えば構造、っていうのは鉄骨とか鉄筋コンクリートの RC とか、あとは木造とかねっていうのを構造って言いますね。で物件のタイプとしては、僕らが一番得意なのは一棟物ですね。一棟物のアパートマンション、あとは区分マンションとか一戸建てとか、まあ、あとはなんかこうシェアハウスとかね、いろいろと物件のタイプもありますよね。であと築年数、これは新築なのか、ね、築3年築浅なのか、例えば築38年の築フルアパートとかね、いろんなこの築年数がありますね。これもめちゃくちゃ重要ですよね。あとは、エリア。これももう、この令和の風土研究所で散々言ってますが、ものすごい重要な、どこに買うかですよね。で、どのエリアだからどういう人にニーズがあるかっていうことで、都心なのか、ね、地方なのかっていうのがね、出てきますよね。あとは、将来性。これはいろんな意味があるんだけど、とにかく出口がどうかですよね。売りやすいのかどうか。ね、何かこう将来的にその町が発展するのかどうか、ね、こういうところ将来性、これを考えていく。あとは投資戦略ということで、自分がその物件を持ち続けるのか、例えば5年後10年後15年後に売却エグジットして利益確定する戦略なのか、これの戦略をどうするか、そして融資どれぐらいの金額までは買うと、ね、これ以上は無理とかね、あとは大体どれぐらいの融資が自分が出るとか、キャッシュフローがどれぐらい出るかっていうのも含めて、こういった数字のところですね。であとはね、リフォーム修繕ということで、築古でも多少修繕がかかっても構いませんってね、その辺も対策します。その代わり安く買いたいっていう人もいれば、修繕はなるべく嫌だと。最初だから不安だと。だから多少利回り落ちても新築築浅がいいみたいなね。こういうようなことが条件として出てくるかなと。他にもね、追加していくこともあるんですけど、物件選定条件の主な項目はこの辺りかなというふうに思ってます。じゃあ例えばそうですね、年収700万超えの会社員の方が不動産投資一棟物をやろうと思った時に、物件選定条件どんな風な例があるかと、まあ、これはそれこそ皆さんが自分で決めることなんでね、僕がこうっていうわけじゃないんですけど、例えばイメージ具体的にするとこんな感じかなと。例えば構造は木造の物件を買うと決めます。そして一棟物を買うと、区分マンションとかじゃなくて一棟物の木造をアパートを買うと。で築年数は築があんま古いと不安だから10年以内で選ぶと。でエリアは1都3県のどっかで選ぶと。できれば駅徒歩10分以内で買いたいなっていうねこと。なるべく高立地だと。つまりちょっと高いから、ね、利回りが厳しいかなって思いながらも、まあ、一都三県で私は物件を探すって、ね、選定条件を決めるってことですね。あとは将来性では、これはよく着目するテーマなんですけど、その物件がある最寄り駅が再開発を計画してる。じゃあこれ5年後10年後にさらにこの街は発展するなみたいなところを確認取れる駅から徒歩10分以内の築10年以内の木造アパートを探すみたいなね。こういうふうにだんだん具体的になってきますよね。そして自分の年収が700万でオリックス銀行で融資が出ると、1億円未満だったら融資が出るっていうのが業者さんと相談したら分かったと。あ、じゃあ1億未満の物件7000万8000万買えるなと。できれば毎月のキャッシュフローが入ってきた家賃から銀行返済諸経費税金払っても15万以上キャッシュフローが残ることを目指そうというふうに数値的な物件選定条件を決めますと。リフォームとか修繕については、10年以内のね築浅とかで買っていくので、しばらくは修繕ないかなと。空室の後のリフォームありますしね。リフォーム費用とかちょっとした修繕でまあ50万ぐらいは急にかかっても想定する、それぐらいの自己資金はかなり余裕を持って、ね、お金を用意している状態で物件を探すみたいな、まあ、こんな感じですよね。まあちょっとあくまで一例なんでね、もうちょっと細かく物件選定条件は詰めていった方がいいんですけど、まあ分かりやすく言うとこんな感じです。で、その方のそのご年収とか自己資金とか取れるリスクの幅とかね、によって、もうこの物件の種類も金額もエリアも数値的なところも全て変わってくるんですけどね。まあでも一応こんな風な条件を決めた上でですよ。で、こういうのを持った人が業者さんからなんか提案してもらった物件に対して瞬間で何も考えず買いますってならないじゃないですか。自分の決めたこの物件選定条件に対してどれほど合致してるか、まあ正直100点満点はなかなかないんですよ。これもねちょっと皆さんに伝えておきたいんですけど、完全に100点満点のもう文句なしの物件買えるなんていうのはまあ本当にごく一部の限られた人だけじゃないですか。僕なんかも全然無理ですよ。もう必ず妥協してます。あ、ここがちょっと妥協するから、まあ、78点だけど、それ以外いいから買うみたいなね。これも全然ありますよ。だから、100点満点求めすぎて、これよく言うんだけど、買わない理由探す人っていう、買わない理由探すモードになると、不動産投資できませんし、9割の不動産投資家の方になっちゃって、なかなか結果出ないですね。なので、物件選定条件はしっかり決めて、もちろん100点を目指すんだけれども、まあ、ある程度、まあ、80点とか、75点、80点超えてくるなっていうものは、勇気を持って決断するっていうのもね、一つ大事なポイントになってくるかなと思います。その妥協した20点、25点の減点ポイントは、自分の中で取れるリスクだったら取る方がいいんですよ。これぐらいだったらなんとかなるなとか、まあ、このリスクあるけど、まあ余剰資金、さっき50万覚悟って言いましたけど、まあ500万ぐらいは不動産賃貸経営に予備費置いておけるようになったから、だからこの20点のリスク、マイナス20点のリスクは、この500万があれば対策できるな、みたいに思えば、買いますって言ってね、この物件を買うみたいなね。こういうふうに、いずれにしてもその自分の軸となる物件選定条件が明確になっているかどうかが、不動産投資でさっきの1割と9割ね、1割の成功する人になれるか否かの、まあ分かれ目かなと思うんでね、もう絶対にこれやってほしいなというふうに思ってます。結婚と一緒ですね。もう本当にそう、源さん言う通りで。でね、あ、そうだよ。そこいないですから。さすが、そうだよね。だからうちの嫁は100点だな。何のアピール？急に差し込んで。やべえと思って。やべえ。縛ったみたいな。嫁が俺見たらやばいな。私100点じゃない。だから源さんの奥さんは、そう源さんね、運が良くてね、100点満点の奥さんを見つけられましたが。だけど、そう人生ね、やっぱし多少妥協したり歩み寄るところが必要だというのがね、人生においてもベースなんで、それはこう結婚パートナー選びも不動産の物件選びも同じだと、はい、いうことでね、物件選定条件はぜひ皆さん考えてみてほしいなと思ってますね。で、皆さんご自分ではちょっとさすがにとはいえマスさん難しいよと、まだ分かんないこと多いよっていう方も多いと思うので、まあ、そういう方は LINE で私の方にねご連絡いただければ、皆さんの物件選定条件の、まあ、アドバイスはもちろんできますし、皆さんが物件選定条件持ってたり、もしやってみたなら、決めてみたなら良ければ添削させていただくこともできますし、いやこれはいいですねとか、いやこれは現実的じゃないですねとか、これだったら本当に今物件すぐありますよとかね、こういうのが具体的になっていくので、皆さんの物件選定条件をお見せいただくのもいいですし、やり方わかんないけど聞いてもらうのもいいですしね。具体的に不動産投資、特に一棟物のアパートマンションでやりたいなっていう方は、私の LINE までご連絡いただければ、オンラインでね無料面談してますので、ぜひいつでもご相談いただければなと思ってます。またですね、 LINE 登録いただきましたら「令和」と漢字2文字送っていただきますと、僕の方で作った令和の富裕層研究所のレポートがあります。これはお金のその増やし方とか稼ぎ方の手段をまとめているのと、あとお金をこう失った経験が僕すごく多くて、そういう時にどういう時にお金をなくすかっていうね、落とし穴の回避方法もレポートにまとめてますので、ぜひ LINE 登録いただいて令和と2文字で漢字を送っていただければと思います。LINE の URL は概要欄に載ってますので、ぜひね、不動産投資の具体的な検討やご相談、物件選定条件についてのね、ご質問がある方は LINE でご連絡をいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。